9月20日月曜日になりました。3連休最終日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。キバレユナイテッドステーションのスタートでございます。大井リーダーの田野豊です。よろしくお願いします。感謝。そしてこんばんは。本日は月がとても綺麗です。富成です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日はですね、ボリュームを下げてもらってもいいでしょうか。はい、今日はですね、ちょっとシックな感じでスタートしてみようかなと思いまして、はい、すごい喜びを抑えつつ自分の中でスタートさせていただきました。はい、今日も、よろしくお願いいたします。このコーナーはですね、あくまでもいつも言っている通り、富成さんと私の目線で熱く緩くお届けしていく番組となっておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでまず最初はですね、今週の田上トピックスのコーナー行ってみたいと思います。よろしくお願いします。キモいって言うな、お前。キモいって子供たちも多く見てらっしゃるんだから。お願いします。はい、お願いします。まず本当にどうでもいい田上トピックスからいきますね。僕の7月の20日から、子供たちとクワガタを取りに行ったんですよ。7月の20日に、はい、15匹捕まえて、はい、今日なんと2ヶ月を迎えました。はい、15匹全員元気に生きております。すごいでしょ。本当にどうでもいいかもしれない。 ただでも2日に1回ちゃんと全部こう綺麗にお掃除して、水をあげて餌を変えてみたいなことを毎日毎日子供たちが続けて、命の大切さをこうクワガタさんたちから学ばせてもらいながら、うん、ね、やっぱこう命の授業を家でこうやってできるっていう、まあ、コロナ禍だからこそこうやってできてる感じもするんですけど、まあ、そういうのもね、逆境じゃないけど、こう苦しいことも喜びに、辛いことも楽しみにみたいな、書いていけるような、人生を僕は歩みたいなと思ってるんで、子供たちと一緒にこのクワガタ15匹をなんとか次は3ヶ月、みんな長生きしてもらうことを目指して頑張っていこうかなと思います。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして9月の17日金曜日なんですけれども、これトミさんもね、ちょっと一緒に、撮影の方をお手伝いしていただいたんですけれども、KTS さんのゴーゴーユナイテッドの撮影がありまして、これ中身は言わない方がいいよね。はい、中身言ってしまうと怒られるんで、ただでもユナイテッドとして新たにこう何かこう出来上がったものをこう取材していただけたので、それをご紹介する形になるので、ぜひお楽しみに。ゴーゴーユナイテッドは最終土曜日、月の最終土曜日に、放送になりますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。そして9月の19日これはね、 SNS 等だったりでもまた藤本選手、今エスパルスにいる藤本選手とか、まあ、他のユナイテッドに在籍してくれた選手たちも多くツイッターとか SNS でこう反応してくれてましたけど、9月19日鹿児島ユナイテッド FC トレーニングセンター利用開始セレモニーが行われました。はい、でようやくグランドができまして、専用グランドで、もちろんユナイテッドだけが使うわけじゃなく、地域の方とも、連携しながらっていうのも検討しながらということなんで、ぜひこう鹿児島の皆さんに、できてよかったな、あってよかったなって思ってもらえるようなね、説になるように我々も頑張っていこうかなと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。トミさん、なんか変わったことは、ここ最近変わったことは、そうですね、うん、毎日元気にやってる。毎日元気に、それが一番、本当に当たり前のようにやってくる毎日も当たり前じゃないんでね。そうですね、うん、楽しく今日言ってくれたじゃないですか、トミさんが冒頭で月が綺麗ですよって。な、今まで何回月を見上げましたね。仕事で忙しくなる、こう宿題が多くなってきた、こうやることいっぱいだって、家事育児が大変だ、目の前のこうことに一生懸命なりすぎて、ふとこう空とか自然とか海とか空とか見上げてますか。すごくね、なんか心解き放たれたような感覚になるんで、今日皆さんもう今配信じゃなくて空を見てください。綺麗に。あ、それは違う。後でもいい。後でいい。配信後でいいや。はい。月が綺麗ですよ。本当に県外によっては曇ってる方もいらっしゃると思いますけど、でもすごくない。僕は鹿児島にいながら、でも今ね、全国各地からいろんな方見ていただいてますけど、同じ月が見えるんですよ。これってドラマチックじゃないですか。同じ月を見ながらね、同じ時を過ごせてるっていう、すごいよね。はい。当たり前じゃないですか、ね、そう、当たり前じゃないですよ、本当に。はい、ということで早く先に行けよって声が聞こえてきたので、はい、先に行きたいと思います。タロエトピックスは以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。本日チャットテーマございません。はい。
もう今日皆さん好きなことをこうつぶやいてもらおうかなと思いました。もうね、さっきから MVP は誰なんだ誰なんだみたいなコメントがザーって来てますけどね、まあ、それ内緒ということで、ただでもいろいろね、この電話だと難しい部分もあるんで、こう皆さんが思ってる方ではないかもしれないんですけど、そこは本当にもう田上の勝手に MVP なんでね、電話するかもちょっと分かんないですけど、はい、よろしくお願いします。ということで、9月18日土曜日に行われました明治安田生命 J3 リーグ第19節ガイダーレ鳥取戦を一緒に振り返っていきましょう。はい、現在のじゃあ順位表をまず見ていきましょうか。お願いします。じゃあ、はい、ワイプがめちゃくちゃたまるところに出てますけどね、まあ、これもね、あの生放送ならではのことと、ね、はい、一つ順位を上げまして8位になりましたね、8位に上がって勝ち点が25、1位との勝ち点差、試合数のばらつきはありますけれども、一応今の段階で勝ち点差が8と、はい、2位とは7という形になりますね。前回まだ10と10開いてた中でも、この1試合で7ってなったら俺いけんじゃないかみたいな、こう精神メンタル面になるじゃん、うん、これなんだよ、ね、だから、うん、だからこう1試合1試合気持ち切らさずに勝ち点をしっかり拾っていくっていうのは大事なのかもしれないですね。あと気になるのはやっぱり得失点、うん、ここっていうのが最後のところ、この混戦だからこそ非常に重要になってくると思うんで、この前回の岐阜戦じゃなくて鳥取戦のように、しっかりゼロで終わって、点数はできれば多く取る、うん、1点でも2点でも多く取るっていうのを意識してね、まあ、みんな意識はしてるんですけど、うん、まあ、でもゼロで終わるっていうのは非常に大事かもしれないですね。だから本当にあの鳥取戦はいい試合だったんじゃないかなと思いますけれども、じゃあメンバーの方行きましょうか。お願いします。はい、では、鳥取戦のメンバー、ゴールキーパー大西選手、右からフォゲッチ選手、センターバック藤原選手が来ました。そしてイオファーオサム、ヘンリー選手、左サイドバック遠藤選手、すごい活躍してくれてましたね。そしてボランチが中原選手、ハッタンズ選手、ハッタンダパーティー帰ってきましたね。それから秋山選手がスターティングメンバーに名を連ねて、この試合も非常に安定したボールタッチ、それから、攻撃の起点となって、たくさんチャンスメイクをしておりましたけど、非常にうまい。そしてね、僕が最近すごい一番伸びてきた伸び株じゃない、なんて成長株成長株の山谷選手、そして山本選手、この試合キープ力非常に良かったですね。攻撃のためを作る起点としてね、非常に活躍してくれました。そして久々のゴール見せてくれました米澤選手、うん、らしいゴールというか、あのクロスからの形久々に見た形が気がしてすごい良かった。でサブ、白坂選手、ウェズレー選手、砂森選手、田辺選手、酒本選手、五稜選手、帰りま選手、はい、頼もしいメンバーがサブに向いてくれて、非常にチームとして戦っている気もしたこの試合でしたけれどもはい、早速ですね、皆さんと共に振り返っていきたいと思うんですけど、それでは田辺豊の勝手に MVP！ はい、勝手に MVP のコーナーなんですけど、本当に勝手に僕は決めさせていただいてるんで、本当に勝手に電話をかけていくんですけど、出てもらえるかどうなるかも分からないような状況ですけど、まあこれはね、あの出てもらえなかったら、ということで、はい。2人いるんで、今回も2人。皆さんが思ってる人にかけれるか分かんないけど、僕の中で MVP だなと思ったのは誰ですか。え、誰ですか。誰で、さっき言ったら面白くないですか。誰、じゃあ1人目はいいですか。この方お願いします。出るかな。もしもし。もしもし、自己紹介をお願いします。背番号4番藤原幸太郎です。よろしくお願いします。久々のゲームだったので、うん、まあ前節
は負けてたので、まずは連敗しないことと、あとは自分がしっかりゲームに入るっていうことを意識して入りましたね。そのゲームに入るっていう部分で具体的にこう一番こう意識したことっていうのは何かありますか？そうですね、まあ自分たちがやるスタイルに対して相手もやっぱりこうスカウティングしてくると思うので、まあ、その相手に対してしっかりこう自分たちが判断をして、プレーをするっていうことは全体にみんなに言ってましたね。はい、素晴らしい。その言ってたっていう言葉が出ましたけど、もう自分がピッチに立ってる間、はい、それからベンチに下がった後もそうですけど、ずっと声出すじゃん、はい、そうですね、あれ声は常に枯れてますだよね、もう声がちょっと今も枯れてるけど、それぐらい常に声を出してる藤原幸太郎選手なんですけれども、はい、まあ、この試合ほぼ、畑田選手が一番上かな、年齢的にはだったんです。そうですね、まあ、ほぼスタメン最年長、そしてディフェンスリーダーとして、僕は非常に活躍してくれたなと思うんですけど、まあ出れない期間、試合になかなか出れない期間もあったじゃないですか。そうですね、はい。そういう時ってこう心折れそうに僕も何回もなったことあるんですけど、どうやってこう、はい、メンタル面を整えて、いざこうやってチャンスが来た時に掴めるような準備をしてたんですか？そうですね、まあ悔しい気持ちもありましたけど、うん、まあやっぱりこうチームのために何ができるかっていうことを、まあ、常に考えて練習を取り組んでいたので、まあ、今回のゲームに関しては新しい選手が6人ぐらい出て、うん、でまあ、その選手たちも日頃からいい準備をしていたのでこういう結果になったと思うので、まあ、そういった意味ではチームとしてすごいプラスになったゲームだったかなと思いますね。いやー、なんだろうね、この落ち着きは。今小太郎君今何歳になったんだっけ？31ですね。31か、はい、31の落ち着きには見えないけどね42ぐらいの落ち着きの喋り方してるけどもいやもう意外とチームで数えたら上から3番目の年齢の年なので。じゃあもう相当若返ってるね、ユナイテッドもね。そうですね、去年はそこまでそんな意識はしてなかったんですけど、うんうん、今年はやっぱこう見合わせたら下の年齢が多いんで、うん、まあ、自然とそういったことも考えながら練習を取り組んでますね。なるほど。でもそうやってこうやってベテラン選手がこういう姿勢で普段練習してるから、多分他の若い選手たちが引っ張られてるんだと思うよ。だといいんですけど。いやもうそれ、まあ、でも実際結構若い選手たちもいい準備できてて、うん、まあ、まだまだこれからと後半戦の試合で出てくる選手がまだまだ出てくると思うので、うんうん、そこはすごい僕は楽しみにしています。いやー嬉しいです。そう選手からその声が聞けるっていうのが非常に嬉しいし、まああと幸太郎君に聞きたいことは、はい、まあ久々のスタメンという中で、まあすごい緊張とかもあったと思うんだけど、はい、勝った瞬間の気持ちなんて聞けたらなと思って、勝利した瞬間の。そうですね、まあ最後までグランドには達したかったんですけど、うんうん、まあ、久々のゲームってこともあってちょっと足つっちゃって交代はしたんですけど、でもやっぱりこう下がってきた後の若い選手たちもそうだし、この試合では出てなかった圭介とか、シラもずっと声出してたんで、まあ90分間通して、相手よりその勝ちたい気持ちっていうのは強かったのかなとは思いますね、チームとして。うん、あのテレビ僕もダゾンで見ててすごいそれが伝わってきた、チームで戦ってるっていう感じが、うん、あ、本当ですか。うん、ありがとう。じゃあよかったです。うん、それはすごい嬉しいです。あ、よかった。なれなれしいな、これハゲって思わないでもらえたらありがたいな一緒にプレーはしてないんだけど、なんかしたかのような感じで俺が絡んじゃうからいつも申し訳ないですください。ありがとうございます。じゃあ喜んで絡みに行きますね。はい、じゃあ最後に次節岐阜戦に向けてと、あとファンサポーターの皆さん、今309人の方見ていただいてるんで、メッセージをもらえたらありがたいです。はい。そうですね。今年はなかなか連勝ができていないので、
まずは、上位の岐阜を倒して連勝することで、またチームとしての勢いが出ると思うので、ぜひホームに、足を運んでいただいて応援していただければ嬉しいです。いやありがとうございます。いやー、小太郎さん、最後に一番気になったこと聞いていい？はい。最近の一番のマイブームを教えてください。マイブームですか？今ハマってること。今ハマってることは、家が駅近辺なんですけど、その駅近辺のランチをちょっといろいろ回ってるので。ああ、なるほど。はい、そこちょっとマイブームですね。なるほどね。今ね、テレパートとかいろんなことでランチの、はい、ランチっていうかお店の方も頑張ってるんで、ね、はい、なんか微妙な終わり方になって申し訳ないね。さっきので終わってたんだよ、俺がね。ということで、藤原幸太郎選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ごめん、なんか本当に申し訳ない。さっきのまま終わってくれましたね。またじゃあ、グランドをもし行った時は挨拶させてください。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、失礼します。失礼します。いやー、藤原幸太郎選手ありがとうございました。いい人だね。ね、めちゃくちゃいい人だけど、最後の質問しなきゃよかったな。何でした？いや、俺が個人的に聞きたかった。個人的に聞いてくれよ。いや、子供いてさ、やっぱマイブームとかさ、気になるじゃん。うん、何だろうなと思ったら、やっぱ俺がやってないようなことやってるなって。おしゃれだね。確かに。じゃあもう1名の方にちょっとかけていきたいなって思うんですけど、出てくれるかどうかちょっとわからないんですけど、じゃあ行きたいと思います。誰？誰って言うわけないじゃん。そうやった。じゃあお願いします。あ、スピーカーにしてもらっていいですか？あ、ごめん、俺がちょっと分からん。これになってる。今かけてます。出るかな。待ってね、待ってね、ちょっと待ってくださいね。出るかな。もしもし。もう一方いらっしゃいますか？だいぶ時差がありますね。会議がある。後ろで YouTube 見てる。ああ、なるほど。僕は聞こえてる。あ、来た来た。こんばんは。はい、こんばんは。
20人の方見ていただいてるよ、ホゲッチ。いいよ、いっぱいよ。うまくなってる、日本語。でね、今回 MVP、もう、これはもうホゲッチしかいないだろうということで、ダニーロ君と、3人でグループ通話という感じで、通訳をしてもらってるんで、ちょっと、聞きにくい部分あるかもしれないですけど、そこはご了承いただければよろしくお願いします。ホゲッチ先生、さん。最近覚えた日本語をまず教えてもらっていいですか？Tem alguma palavra que você aprendeu esses tempos em japonês? Eu quero que você me fale. Foguete-samente é kakuina. どんな言葉を教えてるの、ダニー。じゃない？タロさん。かっこいい。フォゲッチかっこいいよ。かっこいいよ。ありがとう。もう日本語で話せんじゃないかと思えるぐらい上手だったけど。じゃあまず、真剣な話、鳥取戦ちょっと振り返ってもらって、どんな気持ちで、まずこの鳥取戦に臨んだか教えてもらっていいですか？Eu quero que você fale sobre geral do jogo Totori. O que você tentou focar mais nesse jogo? Me está perguntando. Sem dúvida que era um jogo muito importante. Então, a gente tinha que focar em trabalhar o mental, porque o mental tem que ser muito forte, porque a gente tinha vindo de uma derrota. E eu acho que o grupo estava muito focado para essa partida. E a gente conseguiu fazer um grande jogo e sair com a vitória.まず本当に大事な試合っていう中で、前の試合がこうちょっと流れの悪い形でちょっと負けてしまってたっていうのもあったので、まずそのプレーももちろんなんですけど、ちょっとメンタル的にしっかり準備をして試合に臨まないとダメだなと思って、でそういったところも含めてチームみんながすごくいい形で試合に入ってくれたので、結果的に勝利で終えてすごくいい試合だったと思います。ありがとうございます。この試合、1得点1アシストっていうのをしてくれたんですけど、試合に入る上で何をこう一番意識してプレーしたか、自分が教えてください。Nesse jogo você fez um gol e uma assistência, né? E tipo, o que você tentou assim focar mais na sua jogada nesse jogo? Individual, né?Primeiro, né, a gente tem que trabalhar a defesa, porque eu sou lateral, né, então no primeiro instante a gente tem que sempre se preocupar em marcar bem e ajudar a defesa, ficar bem compacto, e quando tiver a oportunidade de apoiar, e foi o que eu fiz. A bola estava do lado esquerdo, né, na hora do gol, e eu estava posicionado pro ID, só que a bola sobrou para mim, eu acabei sendo feliz na hora do chute.E foi um belo gol, não foi falha do goleiro. Ok, pode traduzir. ちょっと途中で止めてくれたんですけど、その試合に関しては、まず自分で意識したのは、まず自分がサイドバックであるっていうところで、攻撃が大好きなサイドバックであるんですけど、まずは守備から入ろうっていう意識の中で、しっかりマークをして、しっかり1対1で勝ってっていうところを考えながら、それができた上で攻撃に参加しようと思ってました。で、結果的に左で組み立てをチームがしてて、うまく、組み立てをしてるときに逆サイドのサイドバックがチームの約束ごとでしっかり中に締めるっていう約束がある中で、その約束をしっかり自分の中では務めてたところ、そのボールがうまく自分の前に転がってきてくれたので、もう本当に迷いなくシュートを打った形だったんですけど、一つだけ言いたいのが、あれはキーパーのミスではなくて僕のシュートがすごかったっていうところだと思いました。おい、そうね、あそこで振り抜いたっていう選択をしたのが本当に素晴らしいなと思って、今までのこう試合の流れだったら結構あそこでボールを大事にしなきゃと思って打ち抜かないことが多かった中で、よく振り切ってくれたなって思います。Acho que o mais importante é que você não pensou duas vezes, né? Você já soltou o pé na hora, porque tinha muitos jogadores que ficavam na dúvida, né? Naquela situação, se podia, era melhor fazer o passe ou ia fazer chute, sabe? Mas você soltou o pé e conseguiu fazer o gol, né? Sim, na hora que a bola veio, eu não pensei duas vezes, né? E a grama também estava molhada. Então eu falei, ou eu chuto, ou eu domino e toco para trás. Se eu dominasse e tocasse para trás...não ia sair nada na jogada, entendeu? Então eu decidi chutar pro gol e foi uma ótima decisão no momento.
そのシュートを打つ瞬間のことすごく覚えてるんですけど、多分あの瞬間ってシュートを打つかもうトラップして、まあ、パスをするかっていう選択しかない中で、まあ、試合の前からあの雨が若干降ってて、ピッチが濡れてたところも分かってたので、あそこでパスをするよりかは絶対シュートを打った方が相手は嫌だなって思ったので、もうそれを考えた時にはもう足を振り抜いてた感じでした。すごいね。でその短い時間でこれだけのことを考えてプレーしてるわけだから、やっぱ選手ってすごいよね本当に。じゃあホゲチさん、素直なその決まった瞬間の感想を教えてください。いいな、ワールドゴールオフォイオセンチメントのモメント。あーめっちゃ幸せよね本当に本当não foi um... eu pensei em tudo que eu já passei na minha vida, porque ano passado foi um ano muito difícil, fiquei 5 meses sem jogar, pensei na minha família, pensei nas pessoas que torcem por mim, pensei em todo mundo que me apoia aqui, todas as pessoas que sempre estiveram comigo nos momentos mais difíceis, foi só emoção. まあ、その本人が言った通りなんですけど、まず幸せっていう言葉が出ましたけど、そのまずゴール決まった瞬間は本当に、まあ、その走馬灯というか、こう日本に来てから の映像がすごく頭の中を走っていった感じで、日本に着いてからすぐ大怪我をしてしまって、手術も乗り越えて、その中で常にこう応援してくれる家族がいて、僕を支えてくれるチームメイト、スタッフ、そして鹿児島に関わる全ての人がいて、そういったものがもう全てこうサポートもね、サポートしてくれるところも含めてすごく考えるというか、本当にもう通り過ぎてって感じだったんですけど、なんかもう本当にそういうこと全て含めて本当に幸せでした。いやー、そうだね、素晴らしい、ありがとうございます。じゃあ、ホゲチさん。はい。なんか、トミさん聞きたいことありますか？そうだね。遅い、いいんじゃない。あれはアシスト、あのクロス、めちゃくちゃ素晴らしいボールだったんだけど、あれも狙い通り。いいアシステンス、アケコザメジャーラーを気持ち、tinha assim pensado mesmo que ia acontecer isso, ou era na hora que você tenta cruzar para porque não tinha opção, qual que era assim a decisão na hora? Então, na hora que eu toquei a bola pro Shun, no primeiro, na hora que eu recebi a bola, que eu toquei a bola pro Shun, eu acho que o Shun foi dominar, só que aí eu fui muito rápido. Na hora que eu dominei a segunda bola, eu já tinha levantado a cabeça 2 vezes para ver a orelha do outro lado, só que tinha muita gente da defesa do Totor, só que a linha tava alta e tinha um espaço na frente da área. Então eu pensei, eu vou cruzar uma bola rápida, ou o zagueiro vai fazer gol contra, ou o Urei vai pegar de frente e vai fazer o gol, porque a linha tava alta, entendeu? E aí foi isso que eu pensei na hora. No, a assistência no 瞬間に関しては、山本選手já tinha olhado antes 2 vezes, né? Yamamoto 選手にパスをして、で、多分Yamamoto 選手はパスかトラップミスかっていうか、ちょっとトラップが流れてしまった感じだったと思うんですけど、でもその間にも1回顔を上げることもできましたし、僕がトラップをした瞬間も顔を上げることができて、その時に認識できたのが、相手のラインがまず高かった、そしてゴールキーパーの前にスペースがあったっていうのと、最後にギリギリこう米澤選手が走ってるのが見えたっていう中で、じゃああそこで何しようって考えた時に、高いクロスだったら相手、まあ、対空時間とかも考えると相手が跳ね返すこともできるのかなっていう考えがあった中で、あえて早い、まあ、芝も濡れてるっていうのもあったので、早いクロスを心がけようかなと思って、で結果的に米澤選手がゴールを決めてくれた形だったんですけど、もしかすると米澤選手が詰めてなくても詰めてくれた結果、相手のセンターバックに当たってオンゴールにもなってたかもしれないですし、まあ、一番良かったのはゴールになったことだったので、そのクロスの瞬間はそういったことを考えてました。ありがとうございます。じゃあ、もう最後の方になってきますけど、1個だけちょっと気になることあるんで聞いていいですか？これも、うちも消えたかな、ね、
最後試合終了後、ウェズレー選手となんか喋ってましたよね。あれ何を喋ってたのかっていうのをちょっと聞きたくて。Ah, foi uma semana um pouco difícil, né? Porque a gente perdeu o jogo e o Eli acabou sendo substituído também nessa partida, né? E quando ele entrou na partida, eu falei, vamos que eu estou com você. E quando acabou o jogo, eu falei, cara, você é muito bom. A gente precisa muito de você. Então, pode comemorar porque você entrou muito bem. E eu falei pra ele, você é foda. Eu falei isso mesmo. Tipo, um incentivo e falando a verdade, que realmente ele tá jogando muito bem, entendeu? E é só ele ter a cabeça boa que as coisas vão acontecer. Eu falei isso. E agradeci ele também porque ele entrou e tirou muitas bolas dentro da área também. Foi muito importante. あの試合が終わった瞬間、ウェズレー選手と話してたことに関して言うと、今週こう、ウェズレー選手もすごくいい練習をしている中で、藤原選手もすごくいい練習を、いいパフォーマンスを両方が見せていた中で、結果的に監督が藤原選手を、先発にするっていう決断をした中で、試合前からウェズレー選手とずっと話してたんですけど、もちろん本人も悔しい気持ちもあったと思います。ただその、試合が終わった瞬間に、お前はすごいセンターバックだっていう話をまずしてて、なんでそういう言葉のかけ方になったかっていうと、結果的に藤原選手とウェズレー選手が交代するっていう、ことが起きたんですけど、センターバックの選手が試合の途中から入るっていうのが、そのフォワードの選手とか、例えばミッドフィルダーの選手とかと比べたら難しいよね。比べるのは良くないことなんですけど、すごく難しいことだと思うんです。ただその中でもウェズレー選手はもう立派に自分の務めをしっかり果たして、チームを無失点で終わらせて、相手のロングボールが多くなった、もう本当に終了間際もうほぼほぼウェズレー選手が跳ね返してくれて、結果的にチームがゼロで終えて勝つことができた。でそれに対して、まず自分のプレーに自信を持ってほしいっていう声かけを、ウェズレー選手はものすごいいいセンターバックなんだ、だからこれからも一緒に頑張っていこうっていう声をかけていました。なるほどね、すごい、そんなこと話したんだね。はい、ありがとう。じゃあもう時間も来てるので、最後ファンサポーターの皆さんへ一言もらえたらありがたいです。Então, no final, eu quero que você dê um recado para os torcedores. Ima? Isso agora. Ok. Sapoto, Doyobi, Game, Kagoshima, Gifu, Meicha Daijine. De, Sapoto, onegai shimasu. De, hontou ni, staff, group, team, Sapoto, Meicha Daijine. De, ganbarimashou, isho. Hai.鹿児島ナイス FC 頑張りましょう。すごいじゃん、ありがとう。 OK? いいよ。すごい、ね、ローカルチームになってるということで、フォゲッチさんと、フォゲッチ選手とダニーロさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうね。フォゲッチめっちゃかっこいいよ。3-0 で勝ってましたからね、調子を上げてきたチームでした。でもね、入りからすごい良かったし、すごいみんな動けてた、走れてた、
のシーンも良かったね。これ山本選手が打ち切ることによってここにボールがこぼれるっていう、さっき言ってたこれキーパーのミスじゃない、俺のゴールだって言ってましたけど、その通りですよね。うん、嬉しそうだね、めっちゃみんなが嬉しそう。いいね、すごい、このやっぱ笑顔が見れるっていうのがいいな。みんなが笑ってる瞬間ってやっぱゴール入った時と勝った瞬間だし、それはやっぱ多く見たいな。あそこで落とすっていうのはさ言ってたけど、やっぱ嫌だよねキーパーからしたらね、はい、この網の石ね、うん、これ大西選手ビッグセーブ、これここでよう詰めたよね、うん、多分小林さんがね一生懸命作ってくれてる、選手のインタビュー動画それでも出てくると思うんですけど、相手のボールから足が離れた瞬間詰めよう、ここチャンスだ、シュートコース狭くしようっていう形感じだったらしいですよ。でこれも素晴らしいアシスト、もう僕が解説するまでもないと思いますけど、ホゲン選手が言った通りクロス、こうアーリークロス、浮き球もいいけど雨降ってて地面濡れてるから地面を這うようなこうバウンドさせて速いボール、見事にね、相手からしたら嫌だ、相手からしたらもうノーチャンスだよね、ほぼね、このボールは素晴らしい。これも秋山選手うまかった、スルスルって抜けてる見えるけど、これうまいよ、タッチが細かい。メッシ選手じゃないけどさ、一歩で一回触るみたいな、この細かいタッチよね。でこういうピンチもさ、みんなでしっかり体って思ってボールに絶対一人は行くじゃん、うん、でラインもしっかりグッと上げるじゃん、全員で揃えて、これがね、ずっとね、90分間できてたんだよね。これもそうだよ。ここで誰か寄せる。で、剥がされそうになるけど、そう、最後スライディングに行って、ファーのコースは打たせないようにって、ハッタンダ選手がね、言ってくれてますから、こういう細かいところ、ね、ピックアップされにくいんですけど、こういうところが大事なんですよね。これもそうですよ。この後、みんなが足を止めずに、ボーゲス選手のナイスクリア。みんなが足を止めないっていうね、ここもそうですよ。マークをしっかり見て、で、最後これで試合終了。大西選手のこの喜んでる姿ですよ。何が嬉しいって、これですよね、さっき言ってたの。お前はいいセンターバックだ、最高の。今、ウェズレがありがとうって言いましたけど、日本語で。言ってた。うん。いや、でもあれめっちゃ気になって、俺。聞きたかったなと思ったら、ね、俺なんかプレーのこと言ってんのかな、そうそう、俺もそう思ったんだけど、なんかウェズレの表情見せたらなんかすごいああみたいな、ちょっと喜び、うん、と悔しさとこう入り混じったような表情してたから、何言ってんだろうってすごい気になったら、お前は最高のセンターバックだぜ、やっぱね、仲間と一緒に戦ってるってこういうことなのかなとか思いますけど、まあでもこの鹿児島らしいチームワークでね、また次の試合も、うん、岐阜戦で、次はホームですね、次は皆さんの応援の思いではなく、もう現地でね、熱をくれますから、ぜひまた一緒に戦ってもらえたらなというふうに思ってます。そして次の相手がですね、何回も言ってますけど FC 岐阜さん、はい、まあこれまでもね、いろいろこう劇的な敗戦、劇的な勝利、いろいろこうやってきてるチームで、で昔からこうつながりのある都道府県同士でもあって、そで、トミーさんの地元でもあり古巣でもあり、はい、どうですか岐阜さん。そうですね、うん、順位もまあ上ですし、うん、ここでまあ得失点差にもよりますけど勝つと順位が入れ替わるので、そう、まあ、勝ち点は並びますけど入れ替わる状態にはなってるので、うんうん、だし、まあ、藤原選手も言ってましたけど連勝というところも含め、そうだね、勝ちにこだわっていけたらなというところと、うん、まあ、鹿児島と岐阜のつながり、うんうん、姉妹県名約50周年で記念してサード入りもサード入りねしっかり入れてくれて、だからこそクラブとしても単なる1試合じゃないと思うんで、そうだね、いろんな意味合いを持った試合になると思うんで、ぜひぜひ皆さんの力と一緒に勝ちたいですね、勝ちたいね、本当に勝ちたいね、はい、だから、まあ、連勝っていうのはもちろん大事なんだけども、うん、この1試合にっていう、もうメンタルでいいんじゃないかなって俺は思ってて、うん、もうトーナメントの決勝戦だっていうぐらいのね、気持ちでより戦ってもらえたら、で我々もそれぐらいの気持ちで後押しサポートしていけたらなって思ってるんで、皆さんにできることはもう
まあ、スタジアムに来れる人来れない人いると思いますけど、やっぱり思いを送ってもらうと、一番はやっぱりサードユニオン来てもらうことじゃないですか。でも見てみたいの、あのスタジアムがあのサードユニオン赤とか黄色でブワッて埋められた時に、うん、今まで見たことないじゃん。そうだね、あのブルーとか白以外のさ、ユニフォームがあの白波スタジアム埋め尽くすことなんて見てみたいな。すごい、どんな景色なんだろう、うん、でピッチの選手たちもその色なわけじゃん、うん、いやー楽しみだなと思いながらですけど、まあ、次節9月25日土曜日18時キックオフで FC ギフさんとの試合となりますので、ぜひ皆さん、今できる形の応援よろしくお願いします。でスタジアムの方では我々特にトミさんが、担当してますけど、感染症対策もしっかり行った上で皆さんを、スタジアムでお待ちしてますので、ぜひよろしくお願いします。ということで以上振り返りのコーナーでした。ありがとうございました。ということでグッズコーナー、もうこの番組に落ちてるもクソもありませんから、はい、はい、もう予定外のことがあってこその番組ですから、トミさん、はい、グッズよろしくお願いします。お願いします。はい、まず、J リーグオンラインストアで、はい、先週からかな、セール、月末までやってますんで、うんうん、ぜひ一度ご覧いただければと思いますし、今も出てましたけど明日21日、はい、17時から、はいはい、24時間タイムセール出た、まあ、限定セールですね、もう行います。期間が21日17時から、はい、翌日22日、はい、16時59分まで、なるほど、24時間限定で、今回がバッグ類、バッグ類、はい、はい、今出てますけどスヌーピートートバッグだったり、はい、小林さんもう一個いいですか、はい、バックパックなどのバッグ類が最大 50% オフで、 50% もいいの、はい、今バック類、はい、今もともとセールで安くはなってるんですけど、はい、さらにこの24時間限定で 50% オフ、 50% オフはやりすぎじゃないの。なのでバックパックとかすごい安くなってる、ね、これてるので、他のバック類も安くはなってますんで、なるほど、通常セールより安くさせていただいてますので、ぜひ皆さん、はいはい、明日の17時夕方5時からですね始まりますんで、お買い求めお忘れのないよう、はい、よろしくお願いいたします。あ、明日の19時から17時、17時から、あ、じゃあ今日の24時までじゃないってことね。はい、明日の17時から24時間、はい、うわー、じゃあみんな見れる時間あるじゃん絶対どっかで、はい、なのでぜひ他の商品もセール中なので、ぜひ J リーグオンラインストアの方に行ってください。よろしくお願いします。お願いします。これ買おうかな。ありがとうございます。まだ買っていいですか。はい、続いて、はいはい、まだあるよユナイテッドゾーン、はい、皆さんご存知グッズショップ、始まっておりますが、そうなの。いやそうです。グッズがちょこちょこ置いてあるのは見たけど、はい、他のお店よりちゃんとオフィシャルショップとしてユナイテッドゾーングッズ販売今しております。はいはいはい。で、そこでほら今、ですね、ツイッターでユナイテッドゾーンさんが投稿されてますけど、はい、先ほどもありましたサードユニのオーセンティック番号なし と、デザインコンフィット T シャツ、こちらが、今週岐阜戦までですね、25日土曜日までユナイテッドゾーンの方でご購入いただけます。マジか、ゾーンでコンフィットが買えるの、はい、サードの、はい、うわすごい。オーセンティックも買えます。オーセンティック、はい、なんですが、デザインコンフィット T シャツに関しては、うん、買えるのがユナイテッドゾーンのみ。うわもう他で販売はございません。なので、あ、買い忘れたなとか欲しかったのになっていう方、110から、うん、2XL までかな、うん、サイズ全て揃えておりますんで、ぜひ皆さんご購入いただければ、ここでしか買えません。いや本当だよね。しかももう期間過ぎたらもう多分販売しなくなるし、はい、今だよ。今です。むしろ本当今週しか販売しません。だよね。皆さんユナイテッドゾーンの方に寄っていただければと思います。いや、あなたの大好きな選手が着てるこのユニフォーム、しかもチーム史上初だからね、赤いユニフォームって、はい、もうこれから先あるか分かんないし、はい、いやー歴史をね肌で感じてほしいな。はい、と、はい、まだある。今ツイッターの方にも書いてますけど、はい、ワゴンセール、今までの過去の
ユニフォームだったり、うわマジか、コンヒート T シャツだったり、まあ、タオルだったり、うん、いろいろなものをワゴンセールとして、うわマジか、もう本当在庫がある分だけのご紹介にはなりますけど、いやだってあのほら赤も持ってらっしゃるさ赤いユニフォームなんて、はい、俺らが2017年とかのキーパーのやつじゃん、はい、え、すっげえが2000とか手に入る、はい、じゃあ今さその買う、もう買わない、コンフィットとか例えばあれはオーセンティックは買わないけど、はい、でもなんかつけたいなって思ってる人は、ぜひぜひ入り口にで子供用のサイズもあったりしますんで、うんうん、一度ご覧いただければ、すごい、去年のアウェイのコンフィットもあるじゃん、ですね、すごい、なのでもうここにある限りなので、あ、本当ワゴンセールなんだね、ぜひ皆さん一度ユナイテッドゾーンの方にグッズも取り揃えてますので、うんうん、え、すごいね、グッズショップじゃん、はい、ガチャガチャもあってありますね、え、ちなみに全商品、だいたい何種類ぐらいあるんですか、だいたい70種類ぐらい、 70? はい、ユナイテッドゾーンが一番品揃えとしては豊富になってます、おー、すごい、一度見に行くだけでも行っていただければ、いや、明日行こう、俺、はい、一回見に行きます、ぜひ、マジで、先ほども言いましたけど、サードユニフォームの方は、うん、土曜日、土曜日決戦、はい、で、僕さっき、間違えちゃったんですけど、はい、デザインコンフィット T シャツ、うん、110から LL ですね、すみません、2XL って言いましたけど、LL まで、LL までですね、サイズがありますので、なるほど、ぜひ、皆さん、もうここでしか買えませんので、よろしくお願いします、はい、一度足を運んでいただければと思います、たださ、もうごめんね、なんか、はい、あの、あれでしょ、だいたいこう大きさも当てられたりするでしょ、あ、です、はい、はい、で、ワゴンセールの方の商品は袋を開けていただいて、うん、合わせていただくとかもしていただいて、こうやって当ててサイズ感をチェックするのはいいの、はい、もう大丈夫、ありがたいね、で、サードユニフォームの方は通常のオーセンティックだったり、うん、デザインコンフィットと物は一緒なので、うん、なるほど、サンプルを置いてますんで、そちらで合わせていただいてご購入いただけますので、いやー、はい、ありがとうございます、はい、で、グッズとしては以上なんですけど、はい、ユナイテッドゾーンの方、うん、鹿児島ユナイテッド FC が勝利しますと、うん、コートの方、レンタル料安くなって皆さんにご使用いただけるようになってますんで、いつから、あ、いや、もうずっとす、あ、そうなの、はい、俺知らなかった、やってます、アウェイで勝つと使用料が全体から1000円引き、全体から1000円も、はい、1000円も引かれるで、ホームで勝つと1時間1000円引き、1時間え、嘘でしょになってる、本当に仕様になってますんで、ぜひあのコートを探しの方、え、じゃあコート探しに来て 割引されたお金であのワゴンセール買えばいいじゃん、うまいこと言うね、いや、本当そうじゃない、でも、まあ、したらもう ね、コートを借りたお金でプラスでワゴンのものを買えちゃうっていうですね、すげえ、試合後1週間その割引が適用されますんで、今アウェイ戦で勝ちましたんで、うんうん、割引対象週間となってますんで、あ、もう週が、はい、週が、ね、1週間です、1週間、試合後1週間ですね、なのでぜひグッズもそうですけど、うん、ユナイテッドゾーンのコートの方も皆さんご使用いただければ、いろいろイベントもやってますんで、そうだね、フットサルコートぜひぜひ、はい、今週はだから割引週間でしょ、です、アウェイで勝ったから、 すごい、よろしくお願いします、はい、もし何かあればユナイテッドゾーンの方に質問いただければ、はい、お問い合わせいただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。以上、グッズコーナーでした。ありがとうございます。よろしくお願いします。今日は来てるかな、小林さん。もう来てる。来てる。お願いします。じゃあ、続きまして、U15 の情報を久々にお届けできましたので、お知らせしたいと思います。お願いします。アカデミーコーナーということで、今回 U15 鹿児島の情報ですね。9月18日と20日、20日に、U15 鹿児島が所属する県チェストリーグの一部リーグ戦が行われました。9月18日土曜日、チェステレラと対戦しまして、前半1対0、後半4対0、5対0での勝利となりました。ありがとうございます。なんかさ、15の子たちさ、大きくなってるね、みんな。前見た、ちょっと試合がなかったじゃん。で、写真久々見たらみんなちょっと一回り大きくなってる。いいですね。成長を感じる。ね。しかも久々の試合なんじゃないかな、なんか公式戦とかも。すごいみんなニコニコして楽しそうだから、やっぱいいな。はい。ということで、5対0での勝利。得点経過としては、まずオウンゴール、その後、橋口選手、うん、で丸山選手、うん、堀田選手、
今西選手かな、今藤選手、すみません、今藤選手のゴールで5対0と、橋口選手、丸山選手、堀田選手、今藤選手、すごいゴールを決めました。9月20日月曜日祝日に行われました強弱、対戦相手、強豪太陽国分ですねと試合をしまして、前半0対2、後半2対1、惜しくも1点差2対3での敗戦となってしまいましたね。得点者和田選手が2得点、すごい、おめでとうございます、ナイスボール。いやー、でもこうやって試合がまたね、行えるというか再開できてよかったなっていうのが一番思いますけど、まあ、ただこの試合が再開っていうか公式戦、今までね、中小中高校生学生の皆さんとかイベントとか運動会とか、そういうイベントことがたくさんなくなってきてて、今ちょうどコロナがちょっと減少傾向にありつつありますけど、今ですよね、やっぱりこういう時期に少なくなってきたけど、油断することなく一人一人が今できるその感染症対策を引き続き慣れずに行っていくっていうのが、この子どもたちに対するこう行事ごとをまたやっていってあげられるとか、そういうことにもつながってくるんで、大人から子どもまでお年寄りもそうですけど、みんなで感染症対策もしっかり行っていきましょう。はい、ということで以上アカデミーコーナーでした。ありがとうございました。はい、続きましてこちらも、久しぶり1週ぶりかな、ユダマルシェコーナーということで、ユダマルシェコーナー行きたいと思います。川島君から、紙が送られてきました。9月25日、今度のホーム戦ですね。はい、はい、ユダマルシェコーナーなんですけれども、まん延防止と、まん延防止が、適用期間の延長に伴い、今節は今度もアルコールは販売なしとなります。はい、ご理解のほどよろしくお願いしますということで、9月25日、岐阜戦は鹿児島県、さっき富士さんが言ってくれましたね、はい、姉妹県の名役、はい、50周年記念としてユダマルシェも岐阜さんとコラボするということで、はい、素晴らしいね、ユニフォームに続きすごい、ね、マルシェまで、はい、ユダマルシェまでコラボするということで、はい、サードユニフォームの開口図にちなんだグルメや鹿児島の黒豚と岐阜の飛騨牛、はい、夢のコラボもということで、中身は教えてくれないですね。とりあえず黒豚と飛騨牛のコラボがあるかもしれないぞみたいな書いてありますけど、 あるのかな、分からん。でも、これを気になる方は今現段階では出てないと思うんですけど、ユダマルシェの、更新情報 SNS 等でまた更新するということなんで、はい、チームの、SNS をチェックしてもらえればありがたいなと思います。今週の半ば頃この情報が出る予定ということなんで、そうですね、はい、ホームページでも出ると思います。はい、で川島さんから田辺さん、富成さん、岐阜グルメへの期待をお願いしますということです。何も出てないのに、うん、何も出てないのにグルメへの期待をお願いしますっていう。そうですね、どうでしょう。まあでも岐阜と鹿児島ってね、うん、昔からのつながりですから。そうだ、本当そうだよ。それだけ意味合いのある商品がたくさん出てくると思うんで、うんうんうん、まあ、そういった意味でもね、たくさん楽しんで、グルメの方も楽しみながら試合も楽しんでいただければ、なかなかね、岐阜のサポーターさん来れないんで。そうだよね、うん、その分、鹿児島でしっかり鹿児島の方が楽しんで試合を盛り上げていただければ。うん、そうだね、はい、そう思います。僕もトミさんが綺麗にまとめてくれたんで、もうマルシェ、ニラマルシェコーナーこれで終わります。はい、で、なんですけど、ちょっと告知をさせてください。9月25日、はい、もう、チームの公式のツイッターで出ておりますけれども、25日じゃなくて25じゃないね、うん、9月の22か22だね、9月の22日、うん、ユナイテッドの方キーレスペシャルを配信します。公式 YouTube でキーレスペシャル、うん、キーレスペシャル、キーレ練習場スペシャル、え、だいたいわかるでしょこのニュアンスで、キーで練習場スペシャルやります。何すあの練習場が、第一期工事完成して、まあ、あの使用が可能になったということで、練習場、まあ、今までなかったわけで、うん、こう練習場の詳しいこうなんか中身とかは、うん、徳重さんが多分話してくれて、うん、今までの練習場がなかった秘話とかを、うん、ちょっと僕とか、うん、まあ気分が向けば過去在籍してくれた
こうグラウンドなくて転々としてた時の一緒にやってた仲間に電話したりとか、うん、そういうなんかああこういうことあったよねみたいな話をしながら、うん、新しくできた専用グラウンドについてこう語り合っていきたいなっていうスペシャル。感慨深いね。感慨深いでしょ、ね、だからねまたこのノンカタといえばこうあのユナネットなんだけどまたあればいけるなと思いながらですけど、まあ、これそれはまだ話が来てないのでオファーが来てないの で、ねはいまあ、それはまあお楽しみということで、はいはい、よろしくお願いします。であのキーレ施設の開始スペシャルキーレの練習をたくさんの方のご協力にできました。練習場ができるまでの秘話や今後にしていきたいことなどなど徳重代表と、私応援人だったの豊が語り合いますと、うん、YouTube を通じて皆さんと一緒にノンカタをしているつもりで配信しています。薩摩島ビジネスコール朝日キリンコカ・コーラ商品の準備をお願いいたしますと皆さんにね、うん、お願いをしてますけどねぜひ、はい、ご準備いただいても本当皆さんと、うんまあ、この期間でありますけどこうネットでありますけどこうやってライブ配信を通じて一緒に本当にノンカタをしている雰囲気を作れればなと思ってるんでぜひよろしくお願いします。で20日この配信の日は、祝日翌日がね翌日が祝日なので次の日も休みですよと言うことじゃないでしょ。休みだからああ、まあ、飲めるでしょと。ああなるほどね。しかも自宅だし。そうですね。なるほどなるほど。みんなでゆっくり話しましょうと、うん、はい、ということで、はい、皆さんぜひあのこのユナイテッドの方も楽しみにしていてください、はい、この間はあの上野監督がいきなり生出演してくれたりとすごいですよね。これまでなんかいろんな飛び抜けたことが起こってるのがこのノンカタですから、うん、次回何が起こるのかという楽しみも、はい、持っていただきながら僕も楽しみに待ってます。いや富成さんもしかしたら出演があるかもしれないですし、なんかいろんな裏方で手伝うことがあるかもしれないんで、ノーオファーなんで、ノーオファーまだまだ来ない、ま、そろそろ来ますよということで、はい、よろしくお願いいたします。時間大暴してますけどね、よろしくお願いします、はい、ということで以上稲丸チェコーナーでした。ありがとうございました。今日はまだコーナーがあるんです。続きまして感謝お供え物が届いたよのコーナーです。そう、ビーフグルメのことをさちょこちょこ川島くんが言ってたでしょ、はい、どうですかみたいな、はい、今日は、はい、岐阜の方から岐阜グルメが届きました。岐阜の方からこちらドン、こちらが届いたんですよ。いきますよ。じゃん、 FC 岐阜カレーすごくない？すごいね。岐阜カレーが届きましたね。トミさんこれ食べたことあります？ないない、ない。ちょっとだけじゃあご紹介させてもらっていいですか？あ、じゃあ僕がご紹介、ね、お手紙ね、あのちょっと長文思い入って長すぎたのでということなんで、あのちょっと読ませていただきます。タルさん、トミさん、コブさん、いつも楽しい配信ありがとうございます。ノンカタやタルさんの作られる動画も大好きで全てを拝見しております。ピックアッププレイ、そうピックアッププレイのこともすごい見てくださっていて、本当にリピーターとなっていますって。ありがとうございます。であのライブ配信とかも 7,8 回繰り返して見てくれたりとかそれぐらいしてくれるぐらい。で、あの岐阜県の緊急事態宣言が9月末まで延長された玉置鴨池、白波スタジアムが遠征できなくなってしまいました。うん、初めて、訪ねる鹿児島県、あ、初めて訪れる鹿児島県岐阜から移籍したヘンリー選手の活躍、うん、この試合だけで開口図より入場者数が、激増している秘密を現地で体感してみたかったですし、タルさんにウィニング豊かタルウェイキャップにサインをしていただきたかった、立ってくださってるなんてありがとうございます、はい。でお供え物は FC 岐阜カレーですと、うん、クラブ直営グッズ、うん、あの岐阜さんのクラブ直営グッズになっていまして、長良川で、このメニューを出されている岐阜グランドホテルさんのみで取り扱いの公式グッズなんだって。公式、そうレアグッズ、グランドホテルに行ってくださったってことね。そういうこと、わざわざ、その岐阜グランドホテルさんに行って買ってこれに詰めて送ってくれたっていう。すごいね。ありがたいよね。ありがたいもん。で岐阜のことを応援してくださっていて、で鹿児島のこともすごい気にかけて応援してくださってるっていうサポーターの方なんですけど、すごい、うん、でこのスタグルの味が再現度が半端ないんだって。このカレーが、スタグルでもこのカレーが出ていて、出てます。再現度が、あ、そらしてる。この前あの岐阜行った。あ、そっかそっかそっか、それをもう完全再現してるカレーなので、ね、ぜひ僕も紹介してから食べようと思ってたんで、僕今日いただきたいなと思ってます、はい、でクラブのものにもあのお配りさせてもらったんで、はい、みんなに食べてもらいたいと思います。すごい。箱の表がエンブレムの、これ何？廉価模様、裏にはギッフィーの、かけおろしイラストが載っているところも注目。レンゲだ。
レンゲ模様、レンゲ模様、岐阜はレンゲ模様かな。皆様全員分はなくて申し訳ありませんが、ゆらせ味に関わるスタッフさんを中心に分けて美味しい美味しく召し上がっていただけたら嬉しいですと、愛知の岐阜サボさんよりということでありがとうございます。本当にありがとうございます。これちょっと見た目から美味しそうだし、ありがとうございます。岐阜戦の前にちょっといただきますはい、ということで以上、お届けもお届けもじゃないカレー、片焼きそば、あ、もうそれの方が言うのやめとこう。カレー大好きなんで、はい、ありがとうございます。はい、ということで、ここから皆さんとコメントでお話をしていきたいと思います。今日はね、すごいコメント来てるんで巻き巻きでいきたいと思いますね。はい、お願いします。じゃあ上の方から、あ、もしかして、戻れなくなってる。うん、行きましょう。あ、戻れなくなってるんで、この表示されてる途中から。逆に途中どこ。俺も初めから言う。あ、じゃあトミさん読んで。はい、田野さん、トミさん、小林さん、こんばんは。こんばんは。今日もよろしくお願いします。お願いします。こんにちは。勝利の後のイラストでハッピー姿はやはりいいですね。生配信に感謝、本日もよろしくお願いします。お願いします。 MVP は写真の通りフォゲッチかな。ダニーロさんの通訳でフォゲッチ生電話、難しいかな。やっちゃいましたね。ハイサイと言いながら今日は鹿児島から出張です。うん、一時帰省して岐阜戦に名優ヒュースケン夫妻と我が家夫婦でスタジアムを赤く染めるため、ただそのために戻ってきました。ホーム戦1ヶ月ぶりの勝利のために。こんばんは。鳥取戦勝利、キーレトレーニングセンターオープニングのスクール生イベント最高の連携となった我が家です。キーレではトミさんが優しく挨拶してくださいました。ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。こんばんは、感謝。こんばんは、感謝ということで。こんばんは、新潟から大輝です。お、ありがとうございます。田中さん、トミさん、こんばんは。今日もお疲れ様です。今日の配信に感謝。イナゾーンにたくさんのグッズが、来月鹿児島行くので絶対行きます。トミさんのインスタでグッズ情報ありがとうございます。感謝。これから頑張ります。そして僕も飛びました。少々飛びました。はい、あ、飛びました。はい、じゃあこれ途中から行きますね。はい、ごめんなさい、僕飛んでしまってコメントが最初の方戻れなくなってしまったので、ここから行きます。いいねボタンを押し忘れたので押しましたわそう、押してください。お願いします。フォゲッチぐらいから。そう、フォゲッチぐらいからの。フォゲッチぐらいからですね。で、多分フォゲッチくんの電話のところからのコメントしかなくて申し訳ないです。はい。フォゲ、おお、フォゲッチか、すげえ。このタイムラグ、ブラジルに電話してんのか。確かに、でも難しいんですよ。あのグループ通話って、ね、本当に、うん。ハゲさん、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 ハゲさん。そう、ハゲさんって言ってくれるからね、可愛いよ、可愛いよ。ちょうど電話したところぐらいですね。そう、ありがとうございます。日本語上手、日本語うまい、息子が大喜び。日本語上手ってね、じゃあ上手だよね、本当に。うん、すごいですね。フォゲッチは、金監督に挨拶する、何これ、リチギな性格が好きです。フォゲッチありがとう。タマさんありがとう。なんでこれ、いや、多分フォゲッチに。ああ、なるほどね。フォゲッチさんめっちゃかっこいい、日本語が上達したのがわかる。ね、本当にめっちゃかっこいいねって言ってたもんね。めっちゃかっこいいね、自分のことだからね許されるよね。でもこんばんは、早くちゃんと歌える日が待ち遠しいですね。自分もゴールラで大声で歌いたいですね。そうだから、皆さんの代表して俺が MVP の人にあのちゃんと送る。選手もなかなか忘れてるとか聞かないと思うから、ね、うん、去年から来た選手とかはね、そう、聞けてないから、聞いたことないもんね。ちょっと歌っていきたいと思います、ね、僕は。はい、うちではモンチッチと言われてますって読んだ。その次ぐらい、その次、ホゲッチ来た。ホゲッチ電話でもよく日本語が聞こえるし通じてる、すごい。ホゲッチのゲームだったね、大活躍でした。2人目の、あ、2得点目の6人の前を抜いたクロスは、何度も再生してみてます、うん、ありがとうございます。皆さん高評価ボタン押しましょう。ツイッターのタグもだけど、もっとみんなで盛り上げましょうと。ありがとうございます。シュートもすげえけど、あのクロスはもうワールドクラスだろ。マジであれピンポイントですからね、うん、いいクロスだった。ピンポイントクロスっていうのはこういうことを言うんじゃないって感じ。そうですね、うん、はい、これなんて言うの、トミさん。うなる、うなるシュートはまさに、うなるシュートとはまさにあのこと。ナイスボールでした。キーパーからしたらあれ難しいもん、本当に、うん。そうですね、しかもゴールの後デュエルも勝ちまくってました、ノリノリでした。シュートもすごいし、あのクロスもしっかり確認しながら、出してたからすごいですね。フォゲッチめっちゃ褒められてるじゃん。今見てるでしょ、フォゲッチ。めっちゃ褒めてくれてるよ、みんな。よかったね。フォゲッチ日本語うめえ。キャラも最高。ゴールも最高。そしてあのクロスは圧巻。今季ナンバーワン
しいシスト、これからも頼みます。でも今のフォゲッチの性格というか、こう人間性を作ってくれたのは、前所属してくれてたニュード、ニュードがもう本当にいい人間性で、新しく来たブラジル人にみんなこうしきたりとか礼儀とかそういうものを教えて、でこうなってきたから、ニュードにまず感謝してくださいね、みんなね。お願いします。ニュードもチーム決まったしね。うん、本当、ね、どこ、もう出てたでしょね、鈴鹿、鈴鹿ポイントゲッターズです。おポイントゲッターズ、あ、ユーマと一緒。おー、すごい嬉しいね。でもね、ここに在籍してくれた選手がまだ現役で頑張ってくれて、ニュード頑張れよ、鈴鹿で頑張れ、ね、たあのユーマをよろしくはい、ということで、フォゲッチやドローンで試合見てて、フォゲッチ選手とウェゼル選手が金髪なんで、どっちってなるのは私だけですか。あ、たまにあるけど、いや俺、あ、これ言ったら知ってるかもしれない。たまにこう、ずらかなって思った時あった。なぜ、どっちが、どっちもなんか被ってるみたいに見えるの、あの色だと。見慣れないって思われた。そう、見慣れない色だから、ね、はい、フォゲッチ選手、日本語上手くてびっくり、ありがとうございます。うん、足を振り抜きながらも、吹かさない技術がすごい。さっきも書いたけど、枠内シュートですよ、40年前教わったもの、枠内に打ったからこれがあったってことね。うん、なるほど。めっちゃ幸せだね、押し上げてゴール決めてください。うん、チームのああいうゴールでね、やっぱりこう流れ変わってきますから、シュートで一言一言、フォゲッチさんがかっこいい、めっちゃ幸せと娘は言ってます。ありがとうございます真似してんだろうね、嬉しい、ありがとうございます。めっちゃ幸せ、俺たちが幸せだ、フォゲッチが幸せって言ったところ、この辺ね、ゴール決めたね。ミドルシュートからのシュートは今節も積極的にやってほしい、そこからチャンスが生まれるはず。ね、めっちゃ幸せ、これ流行るんじゃない、もしかしたら ね、なんかフラッグとかできそうだよ、ね、なんかそんな感じで、めっちゃ幸せ、サポもめっちゃ幸せ、こちらこそ幸せ、これ作ってください、ぜひ、ね、はい、フォゲッチ最高、フォゲッチ最高最高、次節も頼むぜ、フォゲッチに感謝、みんなめっちゃ幸せよ、いや泣きそう、いい話や、あね、あの多分ウェズレ君との会話の話でしょうね。あなたの右足の一振りは鹿児島のサポ4800万人を幸せにしました多すぎるでしょ、ちょっと、昨年の福島戦の大活躍を思い出しました、うん、クロスからね、なるほどね、あったね、田村さんも泣きそうだ、うん、僕はもう前試合の日に泣いた、見て、うん、嬉しくて、1年前は怪我で大変だったから嬉しかっただろうな、ね、そこも言ってましたね、うん、田村さん泣きそう、俺も泣きそうだったのかないいぞフォゲッチ、田村さん泣いていいんだよ僕泣かないですからね、怪我から復帰大変だったでしょう、幸せって言ってもらえて私こそ幸せ、そう、俺もそう思う、鹿児島でプレーしてくれて、こうやって活躍できて幸せって言ってくれてるのが嬉しい、怪我しても謝る必要なんてない、うん、そうね、ダニーロさんの貢献も称えましょう、そうだよね、ダニーさんほんとすごいから、パスもそうだけど、米澤選手もそこに走ってるのがすごいと思ったし、そこにいると思ってあげるチームワークですね、うん、そう、チームワーク大事、感謝の精神を持ち上げれば必ず結果がついてきます、感謝、ダニーロさんに感謝、あの距離から米澤選手が走り込んでくるのが見えたのもすごい、すごいし、ラッシュを決めた米澤選手もすごい、うん、あれ結構難しかったと思うよ、ヨネちゃんも半分はフォゲッチのゴール、ダニーロフォワード登録しろまたこの秘話は俺言うからね、現役時代のダニーロ秘話、そこまで考えてるところがすごい、ダニーロさん大胸筋の鍛え方を教えてくださいもうそれはね、あの個人で SNS でダイレクトメール送ってください。フォゲッチさん、いい人、伝わる内容も、素敵、好感度アップ、嬉しい、でもこれに出てこうやって思ってもらえるのは嬉しい、うん、このまさに好感度上げるつもりでやってるつもりだけど、選手の良さをこうやって知ってもらうっていうのは、このね、生電話の良さだと思ってるから、うん、ウェズレー、そこまでちゃんと見てるフォゲッチすげえ、どっちが年上なんだろうね、あれね、空っぽになるまで走り切った藤原選手も、そこを繋いだウェズさんも素晴らしい、いやみんながいいこと言いすぎてもなんか涙出てきそう、いい人だよ、本当に泣けるし、中野さんも泣き虫になってきてる、ね、すごい生々しい証言だよ、証言っていうのもちょっとおかしいかもしれないけど、はい、めっちゃ大事ね、ありがとうございます、頑張りましょう、めっちゃ大事ね、頑張りましょう、フォゲさんがもうあるね、電話終わるところだね、これありがとうって皆さん、田野さん泣いてると、俺泣いてるに見えたんだろう、泣いたかもしんない、もしかしたら、すみません、フォゲ選手、ダニエルさん、ありがとう、何度見てもすげえ、ナイスキーパー、相手のキーパーの目の前、これはハイライトのとこだ、うん、はい、ありがとうございます、中野さん、秋山ありがとうまたチャット内での会話やめてもらっていいですか、お願いします、大西選手もよかった、無失点でいいのがでかいな、嬉しい、ね、朝も言ってましたね、最初ね、うん、言ってた、秋山選手の実力です、持ってやります、誰目線誰
中野サモンの監督みたいな、送ったなんか送った人みたいになってるね。山口県からこんばんは。お鳥取戦アウェー席のあるなし関係なく参戦する準備をしていましたが、台風で雨漏りが発生し、それの処理のため叶わず、何本打たれても決めさせなかった大西選手と攻撃も守備も走りまくってくれた攻撃選手で特に良かったと思うけど、最後の最後まで気持ちを切らさずに思い切ってくれた全員に感謝です。攻撃選手の日本語めっちゃいいね。ありがとうございます。喜ぶと思います。相手センターバックが動けない絶妙なクロス、これが決め手の追加点。ほんとそう、うん、ナイスボールポケッチね。360度見てますね。362人だ。あ、人か。あ、人ね。360人が視聴してますよってことで、ね、グッドボタンお願いしますね、皆さん。中原シュートの視野かと思ったもん。いや、ね、360人見えてるから、彼はこのメンバーなら昇格できる、確信しました。ありがとうございます、うん、この試合を、ホームの棋士戦で、うんうん、まあでもね、相手変わるし、同じゲームが状況もそうだし、環境もそうだし、できるか分かんないけど、気持ちは同じ気持ちで戦えるからね、そこ大事だと思う。やっぱり鹿児島のいいところはチームワークですね。ですよね、その通り。勝ち点3やった。アナウンサーがポゲとウィズを間違えてましたね。頭がそう。そう、ね、そこは間違えたらしょうがない、ね、しょうがない、しょうがない。25日はワクチン接種日なので現地参戦はできませんが、シュナーマ選手推しの母とパッタン選手推しの父に代わりに行ってもらう予定です。家族で推しがあるって嬉しい ね、 いいね。それぞれ、ね、共通の話題になってるみたいな感じで嬉しい。ありがとうございますね。したいよ、次が大事ですね。そうだね、次が大事って言われてて、こう今までなかなかうまくいってなくて、皆さんがこうあーってなってることもあるけど、まあ、どうなるかは正直分かんないし、勝負なんで、うん、ただでもね、まあ、勝つ気で後押ししましょう。そうです、ね、ベストの後押しをみんなで、はい、後悔がないようによろしくお願いします。はい、岐阜の GK 桐畑選手は、うん、足元があまり上手くない印象があるので、相手のバックパスには詰めてほしい。どうだろう、俺見てないからちょっと分かんないけど、まあ、常にリスペクトしてかかっていかないとね、うん、はい、アナウンサーはいつも間違えますよね、カヤとゴリオ君も。あの辺も分かんないもん、うん、初めて見た人とかさ、あんまり見ない人、しょうがない、それは絶対勝つ、絶対勝つ、シャケさんそれ絶対勝つ。はい、ありがとうございます。歓喜の準備はできている、シラスタで5ヶ月ぶりの勝利を。そうだね、うん、うん、頑張ろう。今までの昇格ラインは試合数かけ2点だそうです。ということは分かるよね、届きますよ、十分に頑張ろう。次節は岐阜戦、大事な試合だし、開口ユニフォーム唯一の試合になるから楽しみ。うん、ホームで勝ちたい、勝ちたいが見たい、いけないけど、いや、その思いが嬉しい、本当に。ありがとう、中野さん。うん、鳥取のアナウンサーさんは聞きやすくてよかったけど、ね、声すごい聞きやすく、うん、落ち着きがあってさ、両チームこう均等に情報も教えてくれるし、うん、すごいいいアナウンサーでしたね。はい。水曜日のノンカタ配信ですか？そうです。はい。ぜひよろしくお願いします。19時からでしたよね。19時。19時半か。19時半からスタートですね。よろしくお願いします。どっと、今日。はい。お願いします。岐阜戦、私の誕生日です。いえ、おめでとうございます。いや、まだね、まだね、すいません。めっちゃ可愛い。中野さん代わりに沖縄から参戦して勝ちますので、もうここでやり取りになってる。応援行きます。グッズ買ったら募金ができん、どうしましょう。両方お願いします。うん、買える範囲で。はい、 50% って最高かよ。ぜひぜひ皆さん、すごいよね、マジで。昼間にユナイテッドゾーン行きました。富成さんが売り場から見えましたけど、カートセール、ワゴンセールのことかな、は知らなかった。今日出てなかったでしょ、まだワゴン。そうですね。なので、まあ、こちらも今月いっぱいあるんで、もう明日からは出てるってことでしょ。いや、もう今日出てます。今日から出てるって。はい、何時まで夜は。ゾーン、うん、8時。8時か、じゃあもう終わってますね。じゃあ明日、また行ってください。はい、スヌーピー、フォゲッチとウェズレーに見える。あのアフロかぶってるからと。ああ、面白い。はい、ありがとうございます。皆さん、ウォーキングアプリも起動してね。今日はフロンターレですよ。勝てるよ。バトルね。うん、知ってますか、明治朝生命さんがされてるウォーキングアプリ、うん、僕持ってます。トミさん、まあ、みんなクラブ職員持ってるんですけど、はい、ユナイテッド結構優秀なんですよ、皆さん。アプリの教えくださってる方が多い。登録者数も多いし、ウォーキングアプリを活用してくれてる方も多くて、毎週かね、うん、対戦相手が決まって、それが今週はフロンターレさんと、ウォーキング皆さんがいっぱいあるけど、フロンターレに勝てるかもしれない。初めて勝ちましょう。お願いします。はい、高評価ボタン、現段階では76,340名見てるから、半分は行こうよということで、うん、確かに行きたい。300台あんまり見てないんだよな、最近。300台見たいな。高評価ボタンお願いします。欲しかったものがこのお値段、お願いします。うわ、よかった。そろそろ車検のポートが傷んできたので、バックパック
なと。お、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。リュック買おうかな、バッグいいな。ねえ、ユラゾンで買い物したよ。ありがとうございます。リュック買いますよ、感染グッズ詰め込んどきます。お願いします。詰め込むグッズも買ってください。お願いします。こんばんは。仕事やっと終わって遅刻して参戦です。全然構わないですよ、アーカイブありますんでね。鳥取戦勝利最高でした。米澤選手のゴール決めた試合は無敗伝説継続中ですね。このまま岐阜戦も、連勝を期待したいですね。優勝で激走、 J3 リーグ上位陣団子状態ですね。最後に笑うのは我々鹿児島ユナイテッド FC には感謝と。ありがとうございます。米澤レイ、あの無敗伝説はまだ続いてますからね、すごいよね。じゃあ山本選手、俺いいと思ったよ、一押し、ね、はい、すごいキープできてたし、うんうん、彼のシュートを打ったおかげで弾いたボールをホギス選手決めてたし、うん、2点目 あのホギス選手パスさせたのも山本選手だし、うん、起点になってたよね、うん、すごいいい選手、ありがとうございます。ありがとうございます。ユナイテッドゾーン行きたい、ドミさんいますか。いる時もあります。ね、状況によりますね、はい、初代サプライヤーマイター製ユニがあったなんてぜひ見ます、ね、見に行っていただけると懐かしいのも入ってるんで、うん、それしかないんでね、ユナゾーンでグッズ購入したらまだ楽しいのもらえますか。まだあったと思います、多分在庫がなかったら僕が補充しておきます、渡しておきます。ワゴンに頭突っ込みたいそれだけやってください。はい、ちょっとこの時期なんでやめてください、はいはい、ハーフタイムで監督はペナルティエリアで、ボールに詰めようと言っていたのが印象的でした。ダッシュ力と、キープ力は J3 トップクラスだと思うのでもっと取りに行けということなんでしょうね。戦況によって、方法も変わるのはもちろんですが、ということでありがとうございます。25日18時、魂は鹿児島にいます。こんばんは。イラゾンでユニフォームのマスコットを買ったんですが、中身は先月大分に移籍した野崎純也選手のものでした。いいじゃん、超レアじゃん。ね、もう残ってたっていうか、あの、ね、在庫としてあったものが出てきた。よかったよ。もうだって生産がないんだから、貴重ですよ。鹿児島さんサービスすごいな。これ、トミさんの力のおかげ、池田さんとね、トミさんの戦略じゃねえや。あの、あれのおかげ。落とし入れようとしてるよ。言い方、俺頭あるからね、すいません。うんじゃないよ、頭あるよ、そこ違うでしょ。イラゾーペンペン使えるかな。イラゾーも現金のみになる。あ、現金のみ、はい、ありがとうございます。タロさん、次節岐阜戦はせっかくなのでサードユニで、タロさん T シャツ姿での後押しはお休みします。いや、それもちろん、勝ち方によってはサードを続けるかもしれませんが、岐阜戦はスタジアムを赤色に染めましょうと言ってますが、阪神ファンなので黄色の13番で後押しします。それは自由なんで、はい、はい、大丈夫です、でも勝ってさ、その後もなんか皆さんあのルーティン的な感じでさ、験担ぎでさ、うん、それ着てくるのは別に構わないでしょ。確かにね、うん、はい、ユナイテッドゾーンでグッズ〇〇円以上買ったら選手のサインが当たるくじの企画とか欲しいですと、検討お願いします。はい、ユースもすげえ、ユースもこれから木入れで力つけていくんでしょうね、うん、頑張れ。いいですね。ただね、その環境が当たり前じゃないっていうの気持ちだけを持って頑張ってほしいなと僕は思いますけどね、うん、当たり前じゃないぞっていうのは、うん、はい、ありがとうございます。イナゾーンの営業時間がバラバラです。バラバラですか。屋久島から行ったのですが、中央駅から行ったら閉まっててガチャガチャしに、イナカフェに戻りました。でも田中さんに、ね、よくしてもらってもっとユナイテッドのファンになりました。時間は決まってるね、ある程度ねどうなの、ユナカフェの時間、あ、ユナカフェじゃない、あれゾーン、ゾーンは決まってるね。朝が午前中は空いてないですよね、基本的に。お昼からか、うん、まあ、お昼から何時まで。今は20時何時から何時まで。13時とかじゃなかったですかね、ちょっと小林さん、まだ調べ次第、はい、はい、お伝えします。欲張りすぎる肉コラボ。ああ、そうね、ユナマルシェですね。豚と牛のね。鹿児島黒豚と飛騨牛のコラボ。聞いただけでよだれ出る。美味しそう。両方いけるってこと？だからそれが両方入ってのってことだよ。でしょ。なんか、うん、別々じゃなくて。じゃなくて。すごくない？っていう感じの多分これ言い方としてね。言い方的には鹿児島黒豚と岐阜の飛騨牛の夢のコラボって書いてあるから。期待していいんだよね。期待していいと思いますよ。でもこれ、お値段結構いくんじゃないって思っちゃうけど、このコラボは。ノンカタキーレスペシャル、ユナイテッドノンカタ楽しみだ、社長さん待ってます。社長さん待ってます、なんか聞こえ方によっては違うもん。方に聞こえちゃいますね。熊本です。今週は忙しい。現段階で94。ああ、いいねの数ね。ありがとうございます。今141いってる。ありがとうございます。ちなみにユナゾーンの営業は、やっぱ13時から21時半が基本です。9時半までやってる。ただ、今元々はね、今ああ、
13時から20時です。はい、13時から20時で営業してます、はい、ということなんで、状況によっては多分13時から空いてないことがもしかしたらあるかもしれない。そこはね、はい、申し訳ないです。お電話していただければ、ね、はい、お願いします。お願いします。藤本選手も練習場についてツイートしてましたもんね。ねえ、みんな僕も見ましたけど嬉しかったね、やっぱり。はい、在籍選手が絡んできてくれるのは嬉しい、ね、ゴールも決めてましたしね。そう、ノリらしいゴール決めてたね。スライディングでキーパーをかけて決めたっていう、あれうまいのよ。スコールも買ってこなきゃ、ぜひよろしくお願いします。はい、天然芝2面、人工芝1面の練習場って J リーグでもなかなかないみたいで驚いてます。いいと思う、すごいいい方だと思いますよ。うん、スコール買ってこないといけない。あ、ノン型ですからね。はい、ノン型トミさん来てくださいって。オファーないんで残念です。いやいや、そういうこと言うなって。キーレトレセン指導記念配信、初期の選手スタッフの方のゲストを希望です。特に地元の山田コーチだったら確かに地元っても知られてるじゃん。ありがとうございます。田中さんの質問見たい。ジャンケンマンもゲストで呼んでほしい。ジャンケンマンすごいよね。 CM とか先に出てますから、うん、すごい。岐阜はカレー祭りしてるみたいですよね。ああ、そうですね。そうなの、うん、スタイルでね。高評価100超えましたね。ああ、さっきね、ありがとうございます。150です。で、150超えたいな。グッドボタンお願いします。うん、ノン型で田中さん来たらお礼を言いたいです。確かに。FC 岐阜オリジナルカレーユナイテッドも、さつま揚げに続くコラボ商品を出しませんかと。すごい、うん、ありがとうございます。長良川でカレー食べました。カレー祭りでしたよ。あ、やっぱカレー、うん、岐阜ってカレーなの。FC 岐阜がカレーを売りにしてるのかな。スタグルとかで売り出してるんだと思います。なるほどね。新潟シール貼ってあるね、というのが、あ、新潟シール貼ってありますね。はい、あ、ていうか私は新潟って言ってないけど。そう、もう中野さんイコール新潟ってなってきてるからね。はい、ちょっと待って、飛びました。でもさ、はい、いいですか。はい、はい、高評価100オーバー、150いきましょう。っていいもん、あと1ですね、今で。はい、素晴らしい。 あ、150いってる。いった、うん、あ、 ありがとうございます。グッドボタン150いきました。素晴らしい。岐阜サポさん、岐阜のスタグルは J クッシュ、中野さんイコール新潟ですよ。あ、飛んだ。姉妹都市大事にしたいですね。美味しそう。そう、田野さんカレーの感想インスタ上げてください。あ、上げます。はい、わかりました。岐阜カレー食べて感想上げます。お願いします。お供え物ご紹介ありがとうございました。こちらこそ送っていただいてありがとうございました。FC 岐阜は直営グッズで終わるんだって。あ、そうなの。うんうん、この方なのかな。そうだね、そうそう、この方が、ヒコさんが送ってくださってありがとうございます。私以外にも、新新潟県民、見てらっしゃる方に乗って、うん、ありがとうございます。いいぞ、もっと来い。何の話だっけこれ。今週大学受験です。ソラ君頑張れ。ユナイテッド魂胸に頑張ります。わ、頑張って。ソラ君大学受験頑張れ。マジでマジで頑張れ。思いは届くから絶対諦めるな。頑張れ。うん、みんなもソラさん決まれって来てるんで嬉しいね。ニュート鈴鹿決まった、めでたい。ありがとうございます。ユーマ選手のとこだよね。もうユーマのチームみたいになってる。違いますか。ユーマが所属してるチームね。はい、ニュート川森選手と一緒だし、三浦監督だし、ね、そうだね、ヤッサンもいますもんね。頑張れみんな。ソラ君頑張れ。ユナカフェで会った4人組の夫婦だよ。嬉しいね。ユナイテッドを通じてこうやってね、輪が広がっていくっていうのは非常にこう見てて嬉しいですね。ニュードとユーマが上がってきますかね。うちも上がるから当たらないか。あ、どっか応援してるのかな。何か分かんない。どういうこと。ニュードが大きな役割を果たしていたことは、鈴鹿に入団していたとは、鈴鹿に入団してよかった。鈴鹿が上がってきたら J3 ってことで。あ、そうよね。だからうちは J2 に上がるから当たらないねって。ああ、なるほどね。すいません、ありがとうございます。シリみたいだね。俺のシリみたい。祝日なのに久々にライブは無視すな。生ライブで見ました。田野さんの最近の活躍に夫婦ともに感動です。わ、嬉しい。同世代として尊敬です。お、同世代。ありがとうございます。嬉しい。同世代の方に言われるのすごい。絶対に昇格、まだいける。田野さん J2 に導いてください。じゃあ俺がビーズひたすらキッチンの鶏飯最高ですよね。おお、美味しいけど。誰だ。ありがとうございます。はい、伊沢さんがポゲチパーティーやなっていうの楽しみ。絶対言う。この後撮影なんで。はい、ツイッターに書いてたよね。今度の土曜は連勝を見れると信じて、娘と観戦します。ありがとうございます。ヨネちゃん笑い。誰だ誰か、だからこそ次のホーム勝ちましょう。サポも必死のパッチで応援しますと。ありがとうございます。うん、
今日の配信に感動あり、笑いあり、田野さん、富さん、ありがとう。富さん、水曜日の方配信で待ってますよ。激走感謝と、うん、ありがとうございます。ぼちぼち終わりの方に向かっていきますね、はい、激走感謝の方よろしくお願いいたします。エキサイティングシート当たればいいな。エキサイティングシート当たればいいな。田野さんのね、いい話が聞けますからね。いい話ってお前ハードル上げるな。とにかくホームで勝って連勝、サフォーも昇格が諦めてない。じゃあ行きましょう、みんなで。次こそ宮城選手見たい。そうね、そういう思いも大事だし、みんなさ、諦めないっていう思いが多いければ多いほど本当に力となって結果に出ますから、マジで、はい、お願いします。はい、今日ユナゾーンでサードユニフォーム買いました。ありがとうございます。トミさんサインしていただきありがとう。とえ、サインしてあげたの。僕がいた時に買ってよかったの。はい、トミさんのサインで。いや、何でもいい。聞いた、書いていいですか。何でもなるよね。そう、引退してからで、で帰りにちゃんと田野さんその辺にいるんで、田野さんのももらってもらってあげてくださいって言って、もらってあげてくださいって失礼なことを。ありがとうございます。嬉しい。もう買っている方いますからね、ゾーンで。うん、嬉しい嬉しい。田野さん、トミさん、こんばんは。楽しみですね。いろいろとね、いろいろとざっくり来たら。ありがとうございます。こういうの嫌いじゃない。うん、昇格もギフト一緒に次は勝つけど、うん、そういうのもいいと思います。嬉しいね、なんか本当に。金さんが試合後に選手に挨拶する姿に嬉しくなりました。うん、試合が終わればお互いリスペクト大事ですね。そ、うん、金さん本当にそういうとこがすげえなって思う。勝っても負けても関係なく。うん、本当にお疲れですよ、普通に言ってくれるから。ほら、田野さん、はい、田野さん、明日何時頃ユナゾン行きますか。明日俺ね、ユナゾンじゃないのよ。明日ちょっと遠方に行っちゃうの俺ね、撮影でね。すいません、申し訳ない、本当に。26日のエリートリーグの復興活用 YouTube 配信お願いします。長崎戦と考えると、登録数大幅大量増の期待ができるから、あと3250人があっという間にクリアできるかもしれません。心配の日々が終えるようにお願いします。ありがとうございます、いつもご心配いただき。でも本当そうだね。でも配信できるといいな。またね、お知らせしますんで、できるようになったらお願いします。うん、今日はハーフパンツの新しいゴム紐を通しながら見てました。いや、どんな報告。早く現地観戦したい、ね、その思いは分かりますけど ね、そのゴムにパンツにゴムを通しながら見てるのはちょっと言ってもらわなくても大丈夫だったかもしれないですね。エリートリーグ福岡戦配信見たい。だって小林さん、みんなから期待が集まってるよ、小林さんに。俺じゃないから、ね、どっちかって言ったら配信する側は小林さんだからね。あとは相手チームとの兼ね合いとかそういう調整も含めてだから ね、できたらいいですね。できたらいいね。うん、今回初めて配信中に高評価ボタンを押しました。ありがとうございます。初めて押したんだ。じゃあいつも終わってからだった。ああ、そういうことね。嬉しい。できればね、この配信中に押していただくと、ね、そう、目に見えてね、増えてっての分かるから嬉しい。頼むのテンションが上がるんで。上がるね、このそう、グッドの数だけ頼むのテンションの数値になりますから、ありがとうございます。スヌーピーの頭をウェゼル選手ってさっきのね、このソートバッグ欲しくなってきました。あれいいよ、結構いいよ。あのデザイン的にかわいいし、使い勝手いいし、はい、安いし、ね、お願いします。ありがとうございます。2年前は勝ち点1になりたけど、今年は勝ち点1で笑おう。もちろんいいこと言うじゃん、うん、ずっと購入迷ってたけど、明日サードユニフォーム買いに行きます。バカボスも見たい。ありがとうございます。すっげえ嬉しい。ありがとうございます。数に限りがあるんで、お早めに。そうだね、はい、本当にもしかしたらサイズがないとかの可能性も出てくると思うので。でも、あのもう終わり、もう本当9時になるんで終わるんですけど、最近すごいと思うのが、配信中にだんだん人数減ってくるんだけど、まだ盛り返して増えるの。盛り返してる、盛り返して300人超えてるの。これがマジですごいと思うの。本当皆さんありがとう。ありがとうございます。あ、飛んだ。キーレの練習場のとこだったんだけど、鳥取戦終了後、前金監督と稲手選手が笑顔でお互いの健闘を称え合っている姿を見て感動しました。スポーツっていいなって思える素敵なシーンでした。鹿児島やれてし、関わってくれた人たちずっと応援したいです。いやいいよね、本当ありがとう。みんな、選手も金さんもだけども、サッカーとかスポーツ、ユナイテッドありがとう、はい、J リーグありがとうですね。はい、はい、キーレの練習場お願いします。できて嬉しいのはもちろんですが、これまで練習場を提供してくれた関係団体の方々に大大大感謝です。そう、その通りだね、うん、それを忘れちゃいけないね、うん、はい。広島よりユナイテッド専用練習場を画像で見ました。サムレッチェ練習場より立派ですよ。本当ですか。そんな吉田町のことはあんま悪く言わない悪く言ってない。いいとこですよ、うん、いい練習場ですよ。吉田町も好きですよ。いい街です、まあ、はい、です、はい、どちらもいい練習場です。ありがとうございます、はい、明日は開口図ユニに合わせた真っ赤なピアスを買いに行こう。あ、そういうね、そういうのすごいよね、小林さんね。どうですか。じゃあ僕もピアス買うの。まず開ける作業から
完全に絶対俺と小林さんが挙げたと。はい、キーレの練習場キレイダジャレはちょっとスルーしていきます。小林さん、皆さんの時間を調べてくれてありがとうございました。田舎目で時間潰してから行きますねって、ありがとうございます。150超えました、もう178いってますね、ありがとうございます。次も勝ちましょう、激走感謝。皆さん、イブスキブースにも遊びに行きましょう。あ、そうね、スタジアムにはイブスキさんのブースも出てたり、いろんなね、ブースもたくさん出てますので、ぜひ遊びに行ってみてください、うん、新たな発見とかありますから、うん、ぜひよろしくお願いしま す、ね、ということで、激走感謝、始球式娘に頑張ってもらいます。はぁ、だって始球式娘に頑張ってもらいます。多分次のホーム戦 B ラインさんだっけ、うん、だよね。で、始球式の結果は抽選だったもんね。だからこれ娘さん蹴られるみたいな、多分、すっごー、頑張ってください。大丈夫、外してももう一回蹴れますから、おそらく大丈夫大丈夫、思い切って、一回しかない、あんまり蹴る機会もないからね。ないよ、楽しんでください。やったことないもん。最高最高、いいね、うん、じゃあそろそろもう9時になりましたので、はい、じゃあ締めの方に行きたいと思います。ということで、一番下の方まで、はい、コメントいきました。激走感謝とありがとうございます。明日夕方エビジナーゾーン行こうということで、ありがとうございます、感謝。はい、ということで、トミさん、はい、締めの挨拶をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、鹿児島ユナイテッド FC 次節 FC 激戦の勝利を信じて、せーの、激走感謝、感謝、ありがとうございます、ありがとうございます、食べてあげます。ユナゾン行ってね、ユナゾン行ってねー。